で太平の先なんだと。このユリアンは太平です。皆さんお待たせしました。勝っても負けても数字の取れる男、龍戦は俺だと。なるほど、宇宙一俺が龍とやってるユリアンだと。ああ言っておりました。フランス大会でも結果出してますからね。そうですね。まあマジすると多分どうなんですかね、日頃ニュートンでクニさんとはよくやってるんですかね、電人ニュートンは。ああどうなんですかね、実際はちょっとよくわかんないですけど。あ結構気まずい、だいぶ遅らしたな。あおっとなんだなんだな、なんだなな、おっそ膝膝じゃねえ肘すいません、ちょっと中立で実況したいところなんですが、ちょっと肘遅すぎておっそって言っちゃいました。いや事実なんで、すいません遅いのは事実です。すいませんですよね。一回電車過ごして次の電車の時に肘やったみたいな。その後のヘッドはめちゃ速かったですけどね。そうですね、竜の飛びモーションでもう打ってましたけど。うんすごいな。さあ中足さつまき、さあちゃんとクイック見ての、偉いですね。おおさあ毎回間に合わすんだがあのレバガチャのちょっとおすすめがあって、はい、レバガチャして相手の飛び台形のタイミングでもうガード入れた方がいいと思います。今みたいに復帰しちゃってレバガチャまだしてて殴られるっていう可能性がなくなるんで。はあなるほど。ガチャガチャって、あもう殴られると思ったらもう諦めてガード入れるでやると復帰した時は出ないでガードになるんで、おすすめの連打です。あそれはちょっと僕も勉強になります。ありがとうございます。直前ガード、あ大変さんの場合レバーガチャっていうより台叩いての音がするんですけど。そうですね、バン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 なんですけど、あれはレバーじゃなくて台叩いてますよね僕の記憶だとニュートンの店員さんだったと思うんですけど、確かそうなんですけど。大変さん、大たたあたゲージなくなっちゃった、やばい、 EX 入っちゃった、たたた何ある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 のか。大変さん、大変たたたたた安直なタックルでしたね今のは。ワンチャンありました。